金田一郎です、今日はですね、名古屋の大府市というところに来ておりまして、キーパー技研さんですね、本社に、来ております、日本に新しい洗車文化をということでですね、急成長している会社というふうに聞いておりましてですね、今日は本当にどういう話を聞かせていただけるのかということで、早速行ってまいりましょう。この番組はコンサルティング&リサーチの KCR 総研の提供でお送りします。金田一洋次郎の直撃インタビュー。本日のゲストは証券コード6036、東証一部上場、キーパー技研株式会社代表取締役社長の谷義道さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。いや、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、御社はですね、ちょっと IR チャンネルで出ていただくのは初めてということで、ちょっと私も楽しみにしていたんですけれども、はい、ただその内容はですね、ちょっとあの洗車の会社というふうに聞いておりましてね。はいはい、洗車っていうと洗車の会社というよりもコーティングの会社ですね。コーティングの会社なんですか。あ、そうですか。ちょっとその辺の違いもまだよく分かっていなくてですね、はいはいはい、まずちょっと御社のその特徴ですとかですね、うん、ちょっと強みを教えていただけませんか。なるほど。はい、はい、うん、洗車っていうのは、うんうんうん、ね、車についてる汚れを落とすだけですよね。あ、なるほど、はい、で私たちはそこから先、うん、いわゆるそのゼロの状態までいったものを、はい、プラスの状態にどこまできれいにできるのか、でここの付加価値が勝負なもんですから、きれいにした、はい、確かにきれいにしたをきれいにしたなんだけども、汚れが落ちたっていうきれいさ、大体そのコーティング行っても、はい、その類で終わっちゃってるものが多いんだけども、はいはい、うちはこのキーパーっていうのは、うん、そこからそのプラスの付加価値の方に、はい、もういくつも積み上げていくと。なるほど。だからはっきりとその、あ、確かにコーティングがしてあるなと、うん、新車の時よりも間違いなく綺麗になったということを感じていただいて。新車よりも、新車よりですもん。もう明確に言って、新車よりもです、はあ、はい、まあ、よく僕らはですね、なんかこう洗車の世界ということで、例えばワックスとかね、なんかこう、まあ、ポリマーとかちょっとよく分かんないですけども、ああいうのってよくやっぱり今までの体験ではやっぱしてるんですけど、うん、それと全然違うという世界というふうに考えていいわけですか。そうですね、うん、はあ、似ているようで、はい、全然違います。なるほど、なるほど。第一ね、ウィーンと普通機械でやってますよね、こうプロがよくやるやつ。あれやんないんですよ、うち。あ、そうなんですか。う、うん、はあ、で磨きじゃないんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。でコーティングなんです。はい、はあ、面白いですね。ちょっと驚きなんですけども、うん、それとですね、そのコーティングの技術もさることながら、うんうん、まあ、それをこう施工する技術も結構難しいというふうに聞いたんですけど、そういうことなんですか。うん、いや、そんなに難しくはないですけど、はい、一応技術はあります、はい、でそれなりのマニュアルが結構な厚さでありますので、うん、その通りにやっぱりやっていただくと、はあ、だからその通りにやったのに、そういう技術を皆さんにお教えすると、うん、はい、去年1年間で3万5千人研修に来られましたので。3万5千人、はい、延べでね、はあ、はい、で、その方たちが覚えていただく技術を皆さん持っててあって初めて使えるケミカルと。だからケミカルの方も特殊に使えるわけです。なるほど、はい、そういうことなんですね。誰がやっても使えるケミカルでできる、まあ、仕上がりっていうのはそれ、そのまあワックスとかそういったものになっちゃうんだけども、面白いですね、うん、やっぱり技術に合ったケミカル、うん、でそのケミカルに合った技術、はい、これが両方が一体化して、そうそうそう、それが初めて完成すると。そうですね、だから普通じゃない結果になる。なるほど、なるほど、うん、その、まあ、認定技術っていうもの自体は安いですけど、うん、やっぱりこう結構トレーニングしなければいけないと、こういうことなんですね。そうですね、はい、でここは実はそのトレーニングを毎日やってる毎日、まあ、センターでもあるということで、はい、今日ちょっとなんか下で一回見せていただけるという話です。あ、いいですよ。よろしいですか。はい、あ、じゃあたまたま今日何やってるのか中国が。あ、そうですか。全部で10コースぐらいありますから。あ、そうですか。それのまあいろんな、うちの何か一つやってますから。なるほど、なるほど。はい、あ、じゃあちょっと早速、じゃあちょっと、はい、見させてください。はい。よろしくお願いします。はい、ここがあれですか、社長、トレーニングセンターですか。そうですね。はい、すごいですね。これ全国から。先ほどの元売りさんとか集まってらっしゃる。ここへはその中国の方だけ。
そうなんですか。はい、だからそれぞれに10カ所ありますので。10カ所あるんですね。はいはい。だいたいこのぐらいの。じゃあ中部地区の方々が集まってやられていると。ここなんですね。はい。あ、面白いですね。今何やられてるんですか、こちら。これはね、ピュアキーパーのトレーニングスクールらしいですね。はい、ピュアキーパー。はい。それピュアキーパーで、ね、一番ベーシックな、はい、キーパーで、一番昔からあるやつです。あ、そうなんですか。はい、一番基礎になるキーパーですから、はい、そこから始めると。もうまずの最初の基本形みたいなところ、そうです、そうです、トレーニングされてるんですね、うんうん、これ実際にこう時間とか測ってらっしゃるんですか、うん、これどんな感じなんですかね、うん、これはね測ってないですけど、今現状は測ってませんけども、まずちょっと一回やってみるってどんな感じですか、検定試験をね、やるときには、あそこにタイムありますね、 あれで測りますけどね、はい、ノルノルやつはいけません。これいろんな車種ありますけど、うん、それぞれどうなんですかね、お車なんか用意されてっていうような感じなんですか。いえいえ、これはもう生徒の方が、研修生の方が乗ってこられた、自分でやってきた、自分の車です。そうですか。あ、じゃあ自分の車をまずはきれいにしろと、その方が一生懸命になるといいんじゃないですか。ですよね、効果も分かるということで。そうですね、面白いですね、うん、これちょっと見て気がついたんですけど、2人1組でやってますね、うん、なんかこうやっぱりやり方とかもあるんですか。いや、1人に1台が一番いいんですけど、はい、やはり生徒さん非常に多いもんですから、今なるほどなるほど、どうしてもねキャパシティの問題で、1台で2台になっちゃうんで、ね、そういうことなんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあやっぱり基本はやっぱり1人が、そうです、要するにまず成功するという、そうです、トレーニングをやってるんですね。これ磨き方なんかは、うん、なんか見てますと、例えばこういう屋根から始めたりとかっていうようなイメージがちょっと多かったり、うん、なんかやっぱり順番とかあるんですか。ありますよ。あるんですか。きちんとあります。あ、そうなんですか。結構ね、細かいとこまで決まってるんですよ。もう完全なノウハウ。ノウハウっていう、マニュアルで。マニュアルなんですか。はい。じゃあそのやり方しないとやっぱり、まあ、例えば時間的にもそうだし、うん、間に合わなかったりとか、うんうんうん、まあ、要するにその仕上がりも良くなくなったりとか、うん、っていうこと、うん、という理解でいいですか。均質にするために、まあ、こういうことするわけですね。これ面白いですね、これも本当に一番の昔からやってるベーシックな、あ、ベーシックな、二十数年前からやってる、はい、結局この手のですね、その研修、まあ、例えばこれはピュアキーパーの、うんうんうん、どのぐらい時間かけてやらなきゃいけないものなんですか、その1級になるまでは。1級になるまで、いろいろね、言い方がありますけどね、はいはいはい、それもその途中で練習をして、はい、例えばこのピアキーパー習いますでしょ、うんうんうん、そうしたら戻って、はい、で、会社の車から始めて、でお客様の車もさせていただいてと、で、何台も何台もやって、上達したと思ったら、はい、次のステップ行くわけですよ。はだから習って次のステップ行けないですね。あ、そうなんですか。習って練習して、で上手くなって次で行くと、うん、だからペーパーテストみたいなわけにいかないってことですね。まあ、いかないいかないいかない、うん、だからやっぱりそれ専門でやってても、うちの場合でしたら、うちに入社した子だったら専門ですよね、はい、それでもやっぱ半年ほど。あ、そうなんですか。半年ほど。結構大変ですね、うん、だこういうふうに来るのはせいぜい1週間とか10日ぐらいですけどね。そうなんですか、うん、じゃあまあ1回やってまた戻ってまた現場でやってまた戻ってきてと、こういう世界で熟練していくということですか、うん、だからこの前に、はい、手洗い選手の研修に来てる子いますよ。あ、そうなんですか。そう、手洗い選手は、ね、義務じゃないですから、来てる人と来てない人いますけどね。そうなんですか、うん、そうするとなかなかこう一人前になるまでには相当な熟練と時間が必要であると、うん、そう難しくはないんだけど、だけどそう、まあ、とは言いましてもやっぱり時間もかかるし、まあ、一応決められた工程を全部覚えなければいけないと、ね、こういうことですね、はいはい、うん、いろんな制服の人がいますでしょ。そうですね珍しいですね。それですよね。で戻りって、まあ、基本的には競合してる方々なのに、ね、うん、まあ、プロショップの方はもうほとんど全てキーパーさんを採用されてるという、ね、エネオスさんもいれば、そうですね、シェルさんもいれば、シェルさんもいらっしゃいますね。いろいろいますね結構女性もいらっしゃいますね。あ、女性多いですですね、うん、この習いに来る時点ではだいたい1割ぐらいの感じですけど、はい、やっぱね、女性の方が上手くなるんですよ。あ、そうですか。うん、上手くなるのは女性です。あ、そうですか、まあ、こう言っていいのかわからないけど、だからその技術コンテストとか、はい、そういう大会になると、はい、女性が全体の2割ぐらいなんですね。あ、2割いらっしゃると、うん、
ことですか。でこれはね力技じゃないもんだから、どっちかというとセンスでやる仕事だから、やっぱね女性のきめ細かさがあるということですね。そうですか、うん、丁寧に。そうです。だいたいガサツですもんね。まあ、人にも出れますけど、ね、いや本当面白い。あいや、うん、本当にまあ、やっぱり見ないとちょっとわからないもんだなと思いますんで、うん、やっぱりこれ、まあ、事実上のデファクトスタンダードみたいなちょっとイメージがね、はい、やっぱ私にもつきましたんで、うん、今日はどうも本当にありがとうございました。いやいやいや、どうもありがとうございました。いやありがとうございました、はい、すごいですね。毎日やってらっしゃるということですね。全国10カ所のトレーニングセンターで、はい、もうほとんど休みなくずっとやってます。徹底してるって感じですよね。いや驚きました、はい、その中でですね、まあ、ちょっとまず今度は事業セグメントのことを聞きたいんですけども、はいはい、まあ、今度はそのまあ技術それからプロの腕見させてもらいましたが、うんうん、どんなふうにしてこうそのまあ成長戦略ですね展開されてるんでしょうか、うん、セグメントは2つに分かれてまして、はい、1つは専門店としてやっていく、これがキーパーラボって言いまして、なるほど、はい、こちらの方なんですね、赤い看板の、はい、看板の赤い看板の、はいはい、でこれは直営でやります。私どもの直営でやって、直営店舗なんですねこれが、はい、あなるほど、こちらですね、そうですね、これ全国に42箇所あって、はい、毎月1軒ずつぐらいオープンしてるんですけど、増えてってるということですね、はい、なるほど。で私どもの、はい、社員は、入社すると全部ここへ入ってこちらへ、専門店に入って、なるほど、で、技術を身につけるんです、うん、はい、技術とノウハウを身につけて、そのまま、店舗の管理者になっていくとか店長になっていくとか、なるほど、そういう、道を歩く人もいれば、ある程度その技術とノウハウをもう身につけたら、はい、先生になって、はいはいはい、インストラクターになってそのトレーニングセンターの方へ行くと。なるほどなるほど、うん、でその両方があって、はいはいはい、いずれにしてもこのラボから出てると、もう全てはそうですね、はい、なるほど。でそのインストラクターも普通のケミカルメーカーだと、はい、いわゆるそのケミカルのその取り扱い説明程度の説明員なんですけども、うんうん、私どもはこの店舗で実際にもう年単位で、うん、その実際お客様の車をきれいにしてきた連中ですから、本物だということですね。すごいですね、でそこでそのたくさんの人が来て、私どもの、このキーパーの施工技術を覚えていかれる。なるほどなるほど、はい、でそこへ来られる人っていうのは、はい、主にガソリンスタンドの人です。あそうなんですか、はい、なるほどなるほど。主にガソリンスタンドの人で、スタンドっていうのは今だん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 やっぱり減っていってますので、まあ、どちらかといえば数がで、そうですね、閉鎖されてるっていうのが多いですよね、うんうん、でなかなかやっぱり燃費がうんと伸びて、はい、燃料ではなかなか食べていけないというふうになってますので、うん、はい、それでもやはり、元売りさんとしてはシェアを確保せなきゃということで、なるほど、生き残ってくれと、店舗として生き残ってくれと、でも燃料ではなかなか食わしていけられないかと、はい、うん、キーパーというのがえらい受け取るそうだから、ーキーパー覚えてくれと、まあ、一つのサービスの付加価値をそうです、ね、まあ、提供してるってことですね、うん、あだから元売さんは、はい、もうほとんどほとんど全ての、元売さんが私どものキーパーを推奨していただいてる、もう提携されて、はい、もう要するにそこで勉強してこいと、はい、でも一つの商材としてこれを出していけと、うんうん、結構わちゃ歩くとあれキーパープロショップって、うん、まあ、このラブの方は赤い看板ですけど、はい、青い看板、はい、あ、ね、あれが、要するにそのガソリンスタンドの方の一つのブランドということですね、はい、そうですね、研修に来て技術を覚えると、はい、今度は検定を受けるわけです、なるほど、はい、でその検定で1級が受かると、1級まで受かると、はい、キーパープロショップという、はい、技術認定店の看板に登録できるわけですね、なるほど、はい、それが今全国各地にあると、4950いくつ今あるんですか。もうそんなにいってるんですか、はいはい、まあ、すごいですね、まあ、結局やっぱり今ガソリンスタンドっていうのはまあちょっと少なくはなってるけども、逆に頑張ってるところはそういう付加価値をつけて、うん、キーパーブランドを取り入れて、ね、ただ簡単に要するにその取り入れることはできないってことですね、一つのやっぱりそのトレーニングを要するに積んで、はいはい、で御社が認定したお店だけに看板を掲げることができると、うん、こういうことですか。で認定だけじゃなくて、はい、やり始めちゃってからもう、うん、1年間に2回ですね、はい、全店チェックっていうのやるんですよ、ちゃんとやってるかどうか
こう抜き打ちみたいなイメージですか。まあ、抜き打ちの、まあ、みんな知ってますけどね。行くよってのことで。そう、チェックをして、じゃ気が抜けないですね、ちゃんと技術者がいるかどうか、でちゃんとやってくれているかどうか、設備がちゃんとなってるかどうか、それとも全部チェックして、その品質の維持を、はい、やってるわけですね。品質とサービスの維持ですね。そうですね。そういうことですね。そういうことです。徹底してるってことですね。そうしますと、そのキーパーラボっていうのが、まあ一つの、まあ、直営店としてこれが一つ成長戦略であるけれども、うん、このガソリンスタンドを中心としたキーパープロショップ事業、うん、およびそこに、まあ、これどういう形で稼いでらっしゃるわけですか、うん、このこちらの方は両輪で、はい、両輪で、はい、はい、こちらはもうまともにサービス上で、まあ、スタートですよね、直営ですから、はい、利益上げてるわけですけども、キーパープロショップの方は、はい、キーパープロショップというなんか一見フランチャイズのようななんかちょっとイメージありますよ ね、違う、だけど入会金もロイヤリティもいただいてない。ガソリンスタンドで取ったらありがたいですよね。そうですか、ね、すごいですよね。で、その使うケミカルに、うん、やはり、やっぱり独特のものですので、コーティングですね、はい、それをきちんとやってればお客さんどんどん増えますから。なるほど。で成功すればそのケミカルが、うん、たくさん使わなきゃ、使っていただける。で私どももそれがたくさん販売される収益になると。そうです。そういうことなんですね、うん、非常に面白いビジネスモデルですね。でも最初ちゃんと教えて、はい、で、ここには手間ずいぶんかかりますけども、成功し始めたら、はい、どんどん皆さん自分で勝手に成功していきますので、成長していくということですか。そうです、はい、ですから、意外と何て言うかな、ロイヤリティ取ったりどんどんこうのしてるよりも、まあ、要するにいいと思います、ね、成長性も高いという、こういうことですね、はいはい。やってる方も、うん、自分の手間賃から取られるわけじゃなくて、そうですよね、使った、はい、そのケミカルの付加価値の分をきちんとお支払いしていくと、なるほど、いうところがなんか取られてるって感じしないんですよ、うん、そうですね、まあ、仕入れですからね、うん、結局ね、なるほどなるほど、はあ、まあ、そういう意味ではどちらかというとその変動費的な扱いでできるから、そうです、ね、頑張れば頑張るほど、そうです、ね、まあ、儲けも増えるということで、うん、非常に、まあ、いい関係が築けると、こういうことですね、うん、だから募集はしたことないんですよ。募集しなくても、やはり成功しなきゃいかんので、彼らみんなね、生き残っていかなきゃいけない。生き残りですよね、そのためにこれがいいと、このシステムが役に立つということで、向こうから本当に来られて増えていきます、なるほど、面白いですね、はい、この辺、まあ、ちょっとやっぱり疑問に思う人もいると思うんですが、まあ、例えばこちらは直営だと、うん、でこちらはガソリンスタンド全国にどんどんと導入されていってると、はいはいはい、ですか、やっぱりこう共存共栄、まあ、ちょっと競合するんじゃないかっていうようなイメージもあるんですけど、はい、その辺はいかがなんですか。競合はしないんですよ。しない、これが、もうこれはもう言い切れる。でも競争はするんですよ。はあ、なるほど。で共存するんですよ。なんか変な話ですけど、キーパー、プロショップは、はい、まあ、やっぱり5000あるわけですから、日本全国にくまなくあるわけですね、はいはいはい、で、私どもがどっかにキーパーラボを作ったとすると、うん、はい、その前にはもうすでにキーパープロショップいっぱいあるんですよ。あると、はいはいはい、だけど私どものラボが真ん中にできると、うん、周りのキーパープロショップさんはすごくね活気づくんですよ。活性化される。逆に活性化する。そうそうそう、だからよく呼ばれるんですよ。あ、来てくれ来てくれと、こっちにも来てくれよって、やっぱり面白いですね。手本になるようなことしますし、技術的にも本当にしっかり、してますので。なるほど、何かトラブルあった時にも、はい、駆け込み寺みたいな形で助けが求められますし。なるほど、それからキーパーラボでやったお客様が、あ、普段の手入れはプロショップの方に行ったりとか、結構行き来あるんですよ。なるほどなるほど、じゃあそういう意味ではもう本当に逆に言うといいシナジー効果が、そうですね、どんどん生まれると、こういうことなんですね。意外と共存共栄になるんですよ。なるほどなるほど、はい、面白いですね。だから逆にですね、ラボができると、周りにねプロショップが寄ってきますよ。あ、そうですか、はいあ、いいですね。でもやっぱり競争は競争ですからはいはいはい、はい、ね、もう参ったなと思う時ありますけどね。面白いですよね、はいはい、なるほど。どんどん磨きがかかるっていう感じですね、逆に。そうですね、そうですね、うん、さてこれ成長戦略なんですけどね、うん、この両輪まだまだ伸ばせるというふうに考えていいということでしょうか。はい、はい、そう思います。あ、今1年間に、はい、キーパーコーティング年間300万台ぐらいの、うんうん、施工させていただいてるんですけども。300万台、はい、なるほど。だけど対象となるその乗用車ですか、うん、はい、
これは5000万台、いやいや6000万台ありますので。あ、そうですよね、はい、これは6000万台の中の300万台しかやってないということを考えれば 5% とたった。あのあれですよね、うん、保有台数ってなんかこう微妙に増えてってるんですね、日本っていうのは。そうですね、なんか新車販売台数だけ見ると、でこぼでこぼちょっとね、もうあのじゃあ減少気味ということなんですか、これはまあ、これはね、やっぱりハイブリッド化っていうのが、関係してて、はい、ハイブリッドっていうのはやっぱり普通のエンジンの車よりもちょっと高いじゃないですか。はい、おっしゃるんです、その高い分は、いい燃費で、取り戻さなきゃいかんわけでしょ、元引かなきゃいかんわけでしょ。それでやっぱりある程度年数乗らなきゃいかんということで長く乗るんですよね、耐用年数が伸びてる。そうそう、だから、私たち平均車齢っていう言い方してますけども、これがやっぱり一方的に伸びてますから。なるほど、新車の販売台数はちょっと落ち気味なんだけども、保有台数で言うとむしろちょっと増えてるぐらい。増えてきてるんですよね、はい、でしかも、その減ってないその保有台数の車が、だんだん年取った車にだんだんなっていって、とすると、もう私たちの出番で、こうやっぱどうしてもちょっとみすぼらしいのは嫌ですもんね。そうですね、やっぱり長く乗るために気持ちよく乗りたいということで、私どもの、キーパーというのは、キーパーというのは守るっていう意味ですので、長く乗るために、きれいにしておくと。なるほど、はい、それありますよね。ちょっとやっぱ古いモデルのタイプの車でもやっぱこうピカピカだとね、そうですね、かっこいいですもんね、はい、まあ、乗ってる方もね、オーナーもやっぱり、気持ちがいいっていうところあるの で、やっぱりね、今の車ね、やっぱり良くなってるから、5年6年乗っても、きちんと綺麗にしてやると、やっぱ本当綺麗ですよ。やっぱそうですか、古さは全く感じないです。なるほど、常に新車がいいというわけでもないということですよ ね、逆に言いますと、面白いですよね。そういう形でやっぱり今伸びてきてるということなんですね。そうですね、まあ、ただそのなんつかこう計画の方なんですけどね、はい、まあ非常にまだまだ出店余地もあって、はい、まあ、成長もできるということなんですけれども、こうイメージ的にはどうですかね。ちょっと前のリリースちょっと拝見したんですけど、少し出店がドッとこう行くようなところがちょっとシュリンクしたようなイメージもあってですね、その辺の理由をちょっとお聞かせいただけませんか。ちょっと大きいこと言い過ぎたって感じですね。あ、そうですか。それは理由は何かあったんじゃないですか、やっぱり。上場を、するぞという頃から、ヨンモールさんとかヨンタウンさんとかカインズさん、いろいろね、ショッピングセンターがありますよね。ショッピングセンターですね、はいはい、ああいうとこからいろいろ声がかかるようになって、あ、これはハイスピードで増やせるなと、なんかシナジーすごいありそうですね。そうですね、集客力とありますもんね、私どもの商品力という意味で、これはいけるぞと思って、ちょっとホラーを吹いたんですけども。いやいや、どんどん出店計画でもすごい読みやすいですよね。これだけショッピングモール出せるっていうことはすぐパパッとこう立地選定って難しいと思いますから、ね、それがですね、ああいうショッピングセンターに来ている人っていうのは、路面店をずっとやってきましたので、その辺をやはり歩いてる人とやっぱり種類が違うっていうのか、なんていうのかな、同じようなことをしても反応が違うんですよ。同じ今まで出してきたらそのロードサイド店とはちょっと違うってことですか。そうです、これちょっと意外ですね。意外で、ちょっと慌てちゃったんですけども。なるほど、なるほど、で、いろんなやり方を、変えたり見直しをしたってことですか。そう、見直しを何回かやってきて、だいたいコツつかめたかなと。つまりショッピングモールの出店の仕方と集客の仕方がちょっとつかめたと、こういうことですか。そうですね、なるほど。路面店ロードサイズとはやっぱり違うと。なるほど、なるほど、その調整で少し計画を修正されたと、こういう理解でよろしいですか。そうですね、分かんないまま突っ走るのはやっぱり良くないですね。なるほど、なるほど、なるほど、半年ぐらい出店止めて、で、いろいろやってみて、なるほど、でまた馬力かかって、これからもう毎月出てきますから。そうしますとそのモールの方で、うまくいくようなそのビジネスモデルがなければ、また要するにその情報修正でまた出店計画を少し前倒しでやっていくという可能性ありますか。うっかりしたことは言いませんけど、まあでもゼロではないじゃないですか。そうですね、はい、少なくとも、修正した、お約束は、絶対にやはり守れる、その約束それはありがたいですよね。なるほど、はい、
まあ、情報修正できるものならしていきたいと思いますけども、はい、まあまあ十分なまたその修正計画の方もまあ、出店余地がねかなりあるというようなイメージはありますので、そうですね、まだまだちょっと期待していきたいなというふうに思います、はい、あと最後にですね、まあ、株主還元ですね、はい、これまあちょっとIR 番組なもんですから、はいはいはい、まあ、皆さんちょっといやもうちょっと入ってほしいなとかね、はい、まあ、その優待制度どうかなとかって、うんうん、だからところがまあ一応優待に関しましてはかなりこの間拡充されたリリースを ねされまして、あ、評判いいですよ、ね、あ、そうですか、はい、あ、まあ、そういう意味ではなんかこう配当の方もね今後期待できるようなイメージがあるんですけど、 その辺ちょっとお考えを聞かせていただければと思うんですけど、いやもう配当成功で、うんうん、20% を今目標にしてますけども、はい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 、先輩たちの数字を見ると、まだまだなということはよく分かってますけども、順番にやってこようと、なるほどなるほど、いっぺんにやるもんじゃないと思う、うん、まあ、出店もどんどんしていかなきゃいけないし、そうですね、バランスよくやっていって、うん、そうですね、はい、でもやんなきゃいかんということはちゃんと自覚しております。やっぱり投資家としてはどうですかね、まあ、少しやっぱり将来的にはちょっと成功も上がっていくような、ね、はい、もうそのイメージで描いといて、はい、大丈夫ですかね、はい、だからなるべくやっぱり長く持って、はい、キーバーさんと付き合った方が、うん、多分投資家に向け入れるというような、そんなイメージ、はい、いただいてもいいですかね、はい、そうですか。まあ、非常にちょっと楽しみな会社でですね、まだまだですね、ちょっと知りたいこともあるんですけどですね、はい、まあ、今後やっぱりその IR も強化していただいてですね、ぜひまたこういう形で投資家の方にですね発信していただければというふうに思います、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、お疲れ様です。ありがとうございました。証券コード6036東証一部上場キーパー技研株式会社代表取締役社長の谷義道さんでした。金田一さん、この企業を見るポイントはどのようなところでしょうか。はい、それではインタビューをまとめています。キーパー技研株式会社は日本に新しい洗車文化をコンセプトに独自のコーティング技術と技術認定制度に裏付けされた高度なサービス人材により完成された全く新しい洗車専門企業である。事業セグメントは直営店舗によるキーパーラボの運営事業と全国のガソリンスタンドを対象に展開するキーパープロショップを中心としたキーパー製品等関連事業に対別される。キーパーラボとキーパープロショップは共存共栄の関係にあり、お互いの認知度向上による宣伝力アップなど相乗効果は大きい。ユーザーリピート率が高いのも大きな特徴である。国内新車販売台数が伸び悩む中で乗用車の保有台数は増加傾向にある。全国的に新規出店候補地も多く十分な成長のポテンシャルを秘めているといえる。株主優待制度を拡充しており株主還元には積極的に臨む方針である。 IR 活動も活発であり今後一層の配当政策の向上も見込める企業である。 KCR 総研による総合レーティングプラス2倍とし買いを推奨する。当面の目標株価を2030円に設定する。この番組はコンサルティング&リサーチの KCR 総研の提供でお送りしました。